で、ここでちょっとだけですね、もう専門家の方にはちょっと釈迦に説法になるんですが、学生さんもいらっしゃるということなんで、普通の LED というのはこういう格好してますね。なぜこういうふうにしてるか。これはさっきピエール接合と言いましたけれども、大雑把なボールを描くとこういう形をしてるんですね。サファイア基板は実際にはもっと厚いんですけど、ここに薄いそのバッファー層がありまして、それから N 型の層があって、その上に P 型の層があってね、ここがもうこれはその下のサファイア基板に比べて上は非常に薄い層なんですけども、ここの境界のところでこういう現象が起こる。先ほど最初の図にご覧になったように、順方向に電圧をかけると、正向がこちらに行って、電子がこちらに行って、ここで光が出る。その光っていうのはですね、まっすぐ行くやつはいいんですけど、ちょっと傾いてるのはこう反射するんですね。これはなぜか、これ水の中に竹の棒を突っ込んでると曲がりますね。あれと同じで、大気と地下が今で屈折率は違うんですね。空気はだいたい1ぐらいの屈折率を持ってますが、これは地下が今って2.5とか2.6ぐらいの、これは半導体はだいたいみんなそうなんです。そうすると、この臨界角度もだいたい15度ぐらいにして、これから外の人はみんなこうダメなんですよ。だから先ほど私は外部量子効率が0.1というのが大変なことだと言いましたけども、中ではたとえかなり出ててもですね、その数分の1も出てこないんですね、この場では。それで、地下ガリウムのこういう丸いのがあればできればいいんですけど、それはできないですから、この地下ガリウムと空気の中間の屈折率を持った、例えばシリコーン樹脂みたいなもので、こういう場合に覆って、同時に、保護も兼ねたような形で、こういうドームを作ってるわけです。それでこういう格好をしてる。指向性も持たせてる。で、もちろんこれでもですね、シリコーン樹脂といえども、屈折率が1ではないですから、1.5 ぐらいですかね。ですが、そのまま出すよりははるかにこう改善されるわけです。ところで現在ではですね、現在では非常に巧妙なことをやってまして、このサファイアとこの窒化ガリウムの間に、この間に光の波長程度のこういう刻みをつけてるわけです。そうするとここで光は乱反射して、いずれこう中に閉じ込められないで、いずれはこう出ていくということで、これで非常に外部に取り出す効率が良くなっているということになっています。もう一つはですね、この図ですが、これはその高品質単結晶がどうして重要だったかと言いますと、これを図で見ていただくと分かりますが、これは私が97年にまとめた図ですが、その時点でも、この低温バッファー層というのが1985年ですが、その直後にこの2年経った後にピエール接合ができてますね。で、この後でですね、これ縦軸はこの外部に出てくる光の効率なんですが、それまではこういう状態だってそうはしてたのに、あとはほとんどこう対数的に増加してますね。外部の光を取り出す発光効率が。しかもこのさっき言いましたように、私が提案した MOBP という方法で現在ほとんど使われているんです。右側はちょうどそれと逆でですね、これはレーザー発信を起こすための必要なパワーを縦軸を取っています。昔は低温バッファーができる、高品質結晶ができる前はみんな低温でした。ひどい時は 2K、 それから100度計ぐらいもありますが、室温で初めてっていうのは我々が出した90年ですね。これもピエール接合できて、あと全部どんどん下がってますけど、95年にその電流注入でのこういうレーザーができる。今では全部電流注入で、もちろん連続発信するようになってるわけです。
その次も、フログみたいなものですが、ご存知のように、これ光の場合の三原色ですね。で、なぜ今の、白色 LED というのはですね、こういう具合にしてるんですね。青のダイオードが下にありまして、上に蛍光体に黄色の蛍光体、そうすると青よりも黄色よりも青の方がエネルギー大きいですから、これは青を冷気して黄色の蛍光体が光を出す。この黄色と青、もともとの青が混ざると、これご覧になるように、つまりこの三原色を混ぜても白くなるのと、この補色である黄色と青を混ぜているわけです。それが今のですね。これ皆さんご覧になりますか。これご覧いただくように、これ青いやつですね。これに黄色の通します、ね、白くなってますね。白いのがお分かりでしょうか。ちょっと私の指が邪魔してますけど、こういう具合になってる。で、下の図はですね、これは絵の具の三原色です。絵の具みたいなものは、要するに逆にこの反射している光を見ている。ですから、例えばこう白色光というのは3つこういう光が混ざってますけど、これ赤を吸収するとこういうシアンになるわけですね。これシアンになる。で、植物は緑色をしていますね。ですから、グリーンのレタスを育てるのに青の光、緑の光はいらないわけです。まあ、赤とか青があればいいわけです。で、話を元に戻しますと、もう一つの方法というのは、これだとですね、しかし、まあいいんですけれども、これにはもともとその光の中に赤の成分がないです。そうしますと、例えば赤いトマトをこれで照らした場合には、この白色で照らした場合には、もともと赤の成分がないですから、少しおいしくなさそうに見えるんですね。で、それを改善するためにはどうすればいいかというと、2つ方法があって、3色の蛍光体を何らかの形で混ぜて、この青に上につけると。もう一つはこの3つの LED を同時に光らせるという方法ですが、この方法とかこの方法はですね、しかし、まあ、非常に簡便でいいんですけども、青から黄色に移るときにこれだけのエネルギーロスがあるんです。これは避けられない。青は黄色よりもかなりエネルギー大きいですから、その分はストークス周期というそのエネルギーをするわけです。で、これの場合もないです。で、これはないですけれども、違う材料でもしこの赤と緑と青を作るとすると、これは動作電圧が少しずつ違ってくる。なんかこれが具合があるんで、例えば同じ材料でこれを作る。こういう可能性はないかと思うんです。それがあるんですね。まあ、答えはその蓄光リウムを使うことになるんですが。